私、素肌美容アドバイザーの松本ひろえと、私、モデルの上田ますみの2人が中心となってお届けするトークバラエティ番組です。毎回番組が知ってもらいたい方をゲストに迎えて、普段ブログやツイッターなどには書いていない番組ならではのトークや企画など、バラエティに富んだ内容でお送りします。放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生放送ですので、見ている方はコメントの書き込みをじゃんじゃんお願いしますね。また中野にある中野 M スタジオよりお届けしています。公開生放送ですので、お近くの方は今からでも遊びに来てくださいね。そして4回目の放送となる今回も素敵なゲストの皆様にお越しいただいております。それでは彩香さんから。はい、向島芸者の仙石彩香と申します。本日はよろしくお願いいたします。あ、こっちでした。確かに失礼いたしました。もう一度じゃあ、向島芸者の仙石彩香です。よろしくお願いします。手で出してくださいね。はい忘れてました。じゃあ高見さん、お願いします。はい、クラシック出身シンガー高見です。よろしくお願いします。はい、女優の久野智子と申します。よろしくお願いします。はい、 JD カウンセラーの川崎美穂です。よろしくお願いします。スマイルトレーナーの新井香織と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はこのメンバーでお届けしたいと思います。はい、それではですね、ここからテロップを出していただきます。ちょっと後にやってみて、うん、じゃあ衣装から、はい、じゃあですね、先に今日私たちが着てる、うん、衣装をね、紹介させていただきます。今日私たちが着てるブラウスは、あの衣装協力していただいたんですよね。そうなんですよ。かわいい、欲しい欲しい、気を機会ありましたグランナチュールさんっていうブランドなんですけれども、はい、そこのブランドがモノトーンを基調にブラウスとかワンピース、うん、ジャケットを展開してるんですね。うんうん、でイメージとしてはね、オードリー・ヘップバーンイメージしてます。ああそうなんだ、ね、なんか上品で可愛らしさもあったりとか、はい、あとこうなんかね、スタイルよく見える感じのね、デザインが。誰でもスタイルが良くなれるということですよね。そう、素敵に見えます。毎日着るべき、すごい素敵に見えるね。着心地もすごいいいし、あのこのオーガンジーのところとかね、はい、このくしゃくしゃにこうしてもパッとするだけ、もうちょっとそう、シワに並んでる。この私のこのコサージュもこれどこにでもつけられるんですけど、取り外し、これもだからあのここ来るときに邪魔だからバッグの中入れて、はい、ここ邪魔だから、そうそう邪魔すいません邪魔じゃない、はい、つけたんですけど、はい、崩れないですよ。そうなんです、持ち運びも楽ですね。そうなんです、結構しっかりしてます。そうなんです、ね、でね、もっとすごいのがあの自宅で洗えるの。え、普通ブランド品ってクリーニング、はい、ね、もう当たり前のようですけど、自宅で洗えるのですごいお手軽に、この私もこのあのテレビでわかるかな、このフリンジ、はい、すごい糸がすごい細いの、これも洗っていいんですか。そう、すごい細い糸で、これ特別特注の糸らしいんですよ。そう、手作りなんですよ、一個一個ね。これもね、洗って大丈夫って言われたから、あのなんか怖い、すごいですね。でも一応おしゃれ着洗い用の洗剤で、そうですね、ネットに大丈夫ね、一応ね、シワにならない。シワにならないんですか。そうだ、シワにならないんですよ。素晴らしい。嬉しいですよね。嬉しいですね。白は特にね、あの夏場なんかよく着るとね、シワになっちゃったりするのですごい。あの素敵なブラウスを提供していただきました。ありがとうございます。お店の場所はね。あ、そうそう。あのお店の場所どこなのって書いてあるんですけども、お店の場所は、
原宿駅から徒歩5分ぐらいのところにあります。近いですね。で、ホームページで調べていただくと分かるんですけど、ブランナチュールブラウスで検索してください。ブラウスもいるんですね、はい、そうですね。それを入れないとちょっと分かんないと思います、はい、そこで検索していただいて、お店の方にご予約を取って行っていただきたいと思います。予約制、ね、そうなんです、予約制なんです。すごい、なかなか普通では売ってないデザインのものがすごい多いので、結婚式とかパーティーとかそうです、ぜひよろしくお願いします。オンリーワンのすごい価値のあるブラウスですのでね、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではスポンサーいけますか、スポンサーさんの方の後でいいですか。まだちょっと自己紹介をそしたら、じゃあちょっと詳しくいきましょうかね。じゃあ、はい、ちょっと先にね、そうですね、プレートを出していただいて、まずじゃあひろえさんの方からの自己紹介を。じゃあ私から。そうですね、ごめんなさい、順番にいきましょう。すいません。素肌美容アドバイザーをしております松本ひろえです。普段はモイスティーの麻布十番サロンで皆様の素肌をきれいにするお手伝いをしております。今日のね、ともこちゃんも実はうちのサロンのお客様です。そうだったね、毎日こんな若い子でも意識高い方は本当にもう素肌でいられますのでね。石鹸が、もう洗顔をする時の石鹸がすごいきめ細かく、初めて触ったんですけど、皆さんあれに感動してくださいますね。石鹸大感動。気になる方いつでも私にご連絡ください。はい、私一年中ノーファンデなんですけども、もちろん今日もノーファンデーションです。すごいですか。もちろん一年中日焼け止めは塗ってますけど、パーティー行く時もこうやってテレビ出る時もノーファンデーションです。すごいですね。ノーファンデーションでいられるような素肌になれますので、ぜひ何歳からでも綺麗になれます。欲しいですね。はい、で私2017年にね、マスミさんと一緒なんですけど、はい、ミセスジャパン日本大会のファイナリストになりまして、まあ、そのご縁でね、マスミさんと一緒に MC してます。はい、よろしくお願いします。では私はモデルをしながら、顔ヨガ、ヨガ、そう、ウォーキング、見せるウォーキングとリメイクウォーキングというインストラクターをしております、上田マスミと申します。よろしくお願いします。はい、見せるウォーキングというのは、コンテストやパーティーをされる方向けに、ポージングを教えたりですとか、歩き方、ドレスを着た歩き方を教えたりとかしています。リメイクウォーキングは一般の方向けに、歩き方、後ろから見てもとても綺麗だなって言えるような、ね、歩き方の癖とかを直しながら、整えていくっていうことを教えております。はい、そうなんですよ。で、2017年の、ひろえさんもさっき言ったようにミセスジャパンという大会がありまして、そちらの大会で日本代表になり、そのまま世界大会に行きまして2位になって受賞して帰ってきました。すごい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。自分のことですけど、はい、コメントアーニーさんから、はい、前回スポンサーしていただいたアーニーさんからコメントいただいてます。ひろえさんとってもお似合いです。ありがとうございます。ひろえちゃんお久しぶりです。どなたでしょうか。お名前書いてください。高見さんもね、高見さん、さんもね、皆さんおきれいって、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントじゃんじゃんお願いします。はい、お待ちしております。ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、向島芸者の千石彩香と申します。はい、今カメラどっちに。はい、よろしくお願いいたします。今日はちょっとたっぷり時間をいただいているので、その時に時間をかけてお話しさせていただきたいと思うんですけども、私向島という下流会がございまして、そちらで芸者をやらさせていただいてます。今9年目ですかね。はい、半玉として、これも
このワードも後で説明させていただきますけども半玉として修行させていただいて芸者に入り替えをしまして、うん、その後また独立を置き屋をしまして今現役の芸者兼置き屋のお母さんとして頑張っております。素晴らしい、はい、よろしくお願いします。ますみさん、どなたでしょうか。呼びかけです。嬉しいですね。あのコメントが、ね、嬉しいです。じゃあ高見からお願いします。国立音楽大学声楽科を卒業して、うん、イタリアにオペラの勉強しに行って、今すごい本格的。歌っています。高見と言います。よろしくお願いします。オペラ。オペラ。かっこいい。で今は。今は。もバリバリ、ま、バリ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 のバリバリ何でも歌います。歌う、オペラ、オペラも歌います。歌います、歌います。アニソン、アニソンも大好きです。あ、本当ですか。ちょっと聞きたくないですか。聞きたくない、聞きたいですよね。聞きたいです、ね、はい、はい、ちょっと大丈夫なんですか。あるんですか。ちょっとあの歌、ね、ぜひここで歌っていただきたいな。オッケー、歌える。はい、アカペラで歌える。アカペラで、アカペラも、あ、もしかして音源とかってあります？急に言われても、あ、急に言われても OK、 急に言われても OK。 すごい、ありがとうございます。じゃあちょっとちょっとあるならかけてください。すごい、かけていただきます。これをありがとうございます。なんかなんか用意されてるものもあったみたい。 ありがとうございます。素敵、素敵なんかマイクまでちゃんと、マイクもちゃんとありました。マイクまでちゃんとそこに置いてあったよ。オリジナル曲ですね。オリジナル曲絶賛販売中です。あ、やばちゃん。ゆいという結ぶと書いてゆいという曲をちょっと歌わせていただきます。一人じゃない、君がそう教えてくれた。今はありがとうございます。すごい綺麗。ありがとうございます。
私は日々の生活で直感で生きている女優でございます。よろしくお願いします。直感ですね。迷ったらもう直感でこっちだなっていう感じで潔い感じで。そうですね。で私は基本的には、映像の女優でございまして、で今度は渋谷ユーロスペースという劇場で、主演として映画で出させていただきます。すごい主演、主演が今、3つぐらい決まってるんですけど、すごい映画にも出させていただいていて、クラウドファンディングとかでも、映画の宣伝とかもたくさん SNS でさせていただいているので、ぜひフォローよろしくお願いします。すごい素晴らしい。そうですね。何か普段女優の他にもやられてることとかってあります？そうですね、ダンサーとして活動しておりまして、フラッシュモブとかっていう YouTube でよく見ると思う、800万なんか再生とかっていい、うん、はい、動画とかのパフォーマンス団体に所属していまして、そうですね。で AMX っていう有名なあれなんですけど、はいはい、AMX でもオープニングダンサーとかの選抜でソロ踊らせていただいたりとかして、ちょっと踊り見たみたいな、無茶ぶりだったり、歌おうかなと思って、ちょっと待って、ジュエリー業界も25年、ちょっと年がバレてしまいますけど、ずっと携わっていて、幼稚園の時からやってんだよね。すごい幼稚園ですね。幼稚園すごい専門家ですよね。販売をやってたんですけれども、今は今から買いたいっていう人にこうカウンセリングというか教えたりとか、あと持ってるものをリフォームしたり修理したりっていうのとか、あとはジュエリーにもマナーというものがあって、そのマナーを、はい、教えたりしております。ジュエリーのマナーって何ですか？はい、なんですか？例えばよくわかるのはパールとか、そうですね、お葬式の時にパールなんですけど、もともとは、パールって涙を表すっていうことで、お葬式にいいよっていうことだったんですよ。でも今は喪服っていう黒だったら何でもいいになったので、オニキスとかジェットっていうものも OK になったんです。そうなんだ、はい、です黒だったらいい、はい、黒より丸いものがいいんですよね。あ、丸くなきゃダメなんですね。そうです、パールでもまん丸じゃないとダメっていうのがあるんです。まあ、長さとかその他もろもろいろいろ一応マナーというものがあるので、そういうのをちょっとお伝えしたりとかしています。よく、はい、
真珠だとバロックとかってちょっとほらまん丸じゃなかったりするものとかあるじゃないですか。あれはカジュアルってこと。遊びですよ。色が黒真珠でも真っ黒の深淵、基本は深淵のまん丸の。ああそうなんですね。皆さんすごいそういうことなんかね、もっと知りたい、ね、知りたい、ね、気になってたんですけど、これ自分でこれちょっと自分ですごい手作り、手作り全然あの琥珀っていう、まあ石じゃないんですけど、うん、琥珀っていう、すごい可愛い、琥珀高いですよ ね、 ねえ、これ500万ぐらいするんですよね。よく知ってるね。知ったかのように虫が入ってたりとか、そういう貴重なものもマニアの人が好きな、すごい、はい、他なのを作ったりとかもしてます。でよくあのジュエリーっていうところは覗く何かこうよくあるじゃないですか、なんかこれなんかルーペ、ハズキルーペ、それって何を結局よく見てるっていうことなの。あの宝石って中こうできるときに中にいろんなものがこう異物で入って、うんうん、それがあのどのぐらい入ってるかとか、うん、あとはそういう特徴によってその石が何なのかっていうのが見分けられるんです。本当に見えるもんなんですか。見えます。10倍なんです。そうなんだ、はい、10倍全部も見える。ちょっと誰かの未来が見えるとかするの。未来が見えたら何でも水晶、水晶玉みたいな。そうなんです。見えるんです。またなんかね、特別ゲストで来ていただきたい感じだね、ジュエリー特集でね。でそのマナーとかをあのちょうど晩餐館っていう雑誌にちょうどあのセレブのお稽古というのを載ってますので、あのよかったら、皆さんぜひご覧になってください、はい、ちょっと待ってね、あやかちゃん見てるよ。あ、ありがとうございます。水原さん。すごいいろんなコメントが入ってますね。今夜も美しい。アグレッシブ。司会のお二人、今夜も美しいでんな。司会の誰だろう。ありがとうございます。あの大塚さんから。バンサクありがとうございます。面白いコメント。バンサクさんから。私獅子舞じゃないですかね。そうそうそう、もうめちゃくちゃ言ってますよね。じゃあ次、はい、香里ちゃんお願いします、はい、私はスマイルトレーナーの新井香里と申します。顔のことなら香里と覚えてください。おおすごい、ありがとうございます。本当だ。私はスマイルトレーニング講座という講座を開講していまして、その時に皆さんにたくさん笑っていただきます。そして笑顔はすごくいいな、楽しいなという気持ちになっていただくようにしてなっていただきまして、最終的には好印象賞を持っていただけるような笑顔を皆さんに身につけていただくようにしております。はい、一つ宣伝もしていいですか。もちろん、もちろん、どうぞ。あ、はい、スライムトレーナーさんなんで、スライムじゃないさっきのスポンジもスライム。違うって言ってたんですよ。笑顔を使うトレーナーさんなんです。素敵な笑顔なんです。ちなみに私もスマイルトレーナーの一期生です、はい、香里ちゃんの先輩です。そうなんです。私が14期です。はい、そうなんです。私はもう3年ぐらい前かな、うん、1期生で、はいはい、でまたね、実は私も顔とかっていうのやってるけれども、またね同じような感じなんですけど違うんですよね。ちょっとね、ちょっと違いますね。ね、違うんですよね、はい、でも顔、顔でもいろいろあるんだよね。顔でもいろいろあのトレーナーはトレーナーでね、インストラクターとしてやってるんですけど、うんうんうん、ね、私はお話をしたり、はい、表情筋マッサージしたりとか、そ う、ね、うん、そういうのをしています。家でも一人ででもできるってことですか。できますよ。もちろんもちろん、はい、そうね、でもね、お家でできるようなのをお伝えしています。そもそもはあれよね、笑顔がどうして大事かっていう話から始まる。そこからお話しさせていただいてます。はい、面白い、楽しいですよ。抜群の笑顔です。とっても楽しい講座です。笑っていただくことでも本当にそこもすごく重要にしています。ほんまでっか TV に出てる重田みゆき先生が教えてくださってるんです。あ、そうなんだ。昨日も会ってきました、はい、じゃあさっきの告知を、あ、告知をごめんなさい、はい、はい、ありがとうございます、明日なんですけども、埼玉県の秩父市の方で、そちらのイタリアンダイリーのトラゲットさんですね、そちらで婚活パーティー、トラコンというのをやるんですけども、私が司会進行させていただきます。わー、はい、すごい、ありがとうございます。たくさんの
皆さんに今参加いただくことになっているんですが、女性の方がちょっと少なめなんですね。ですので明日秩父に来られる方ですね、当日でも構いませんのでぜひいらしてください、インターネットの方でトラゲット秩父って入れていただいて検索していただきまして、お電話いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではですね、ここでスポンサーさんの、番組のスポンサー紹介をしたいと思います。はい自分で手叩いてくださいテロップ待ちでテロップ出していただけますでしょうか。はい、OK。地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21のグッドワンサービスと、同じく地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21プレミアムホームの提供でお送りいたします。ありがとうございます。はい、それではここからはトークコーナーにねちょっと行ってみたいと思います。いくつかのテーマに沿ってちょっと時間的にねいくつかできないかもしれないんですけど、トークしていきたいと思います。はい、最初ね、今年すごい暑いですよね。今日もね、まだ今日もすごい暑かったですよね。ということで、夏の暑さより暑くなっていることをね、皆さんにねちょっと語っていただきたいんですけども、そしたら話したい人から挙手制で手挙げてもらって、はい、ともこちゃん、夏の暑さより暑くなっていること、変な意味ではないんですけど、うん、何と知らない人についていくっていう、これは本当ジャストかとか、電車とかでこの人何考えてるんだろうっていうのを、すごい人間観察が好きなんですね。例えばこの人って独特なオーラ放ってるなとか思うと、やっぱ役者としてもそれは大事なことなんですけど、その人が降りた駅を降りるんです。ストーカー？マジでストーカーじゃん。この人って今からこういうことするの、意外とどこまでついていくの？本当に。いや、そこそんなもうなんか路地曲がって消えたらもうそこでいい。私結構行きます。でも意外と楽しいんです。一人の人を追うと。この人ってこんなこと考えてるんだ。追われてたらもう、やだそういうこと言うからちょっと印象が、ね、悪くなっちゃう。コメントでね、飴あげればついてくるかな。それダメです。それダメです。飴あげてもついてこない。そうなんです。最近それでもハマってますね。だいたいイメージ通りですか、それとも。いや、イメージ通りじゃないです。意外と。だってこの前びっくりしたのが、30代ぐらいの。どういう人に興味があるの、そもそも。オーラなんでパッて、それこそ直感で、いや関係なく、関係なく、パッてついていく。でこの前30代の女性がどこに行ったかと思うと、そのキッズランドっていうところで、キッズランドに行って子供もいないし、行ってなんかキッズランドの椅子に座って15分ぐらい動かなかったんですよ。で私が、それ観察観察観察してんの？そう、あの近くに椅子があるので座って聞いてたら、この人全然動かないっていつも飽きて話しながらいたんですけどっていう。すごい面白い趣味というか、ぜひしてみてください。暑くなってることです。それ暑いなってことね。他にある人。あれ、なんかさっき開けちゃったんですけど、この熱い話の後に私のくだらない話。全然大丈夫。大丈夫。行ってみよう。全然大丈夫。トークバラエティーなので何でもありです。どうぞ。最近ハマってるものがありまして、ちょっと今日実物は実はカバンに入れたはずがなかったんですけど、あら、何でしょう。スクイーズってわかりますか皆さん。スクイーズ知らない。何？何だった？100均とかに売ってなくて、パンとかの形してて、触るとむにゅってして、おもちゃみたいなやつ。スライムじゃなくて、スライムは、スライムは、ドライじゃないですか。戻ってくるやつ。戻ってくるのが大事なんですけど、それが、ってくるのが大事。すごい好きで、いろんなお店に行って、こう100均とかに行って、こう、さって触って、この戻り具合で買うか買わなかった。何やねん、何それ。なんか、戻り具合がね。いいのと悪いのがあるんですよ。で、この間池袋の
サンシャイン室の中にその専門店を見つけたんですよ。スクイーズ専門店入ろうって言ってで、そんなのあるの？あるんですよ。でいろんなもうこんなのとかもう可愛いのとか高いのとかいっぱいあって、それを一つずつこう触ってこう行くんですけど、周りがみんなちっちゃい子なんです。幼稚園ぐらいで。ちょっと待って、それって子供が買うもの？誰が買うもの？私かな、私か、私が買うもの。え、誰がみんなそれってそんなみたいな感じで笑うんですけど、うん、この間ちょっとライブの時に楽屋に持ってったんですよ、うん、そしたらみんな触るんですよ、うん、それ何？触ると心が落ち着くとか、癒し系、癒し系、緊張した、よし、癒し系、じゃあそれちょっとこれから番組でちょっと置いとスポンジボム、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 またスポンジボム、なるほどね。ちょっとそれすごい気になる、見に行きたい。いっぱいありますよね、ハンバーガーとかもありますもんね。ガチャガチャとかたくさんね、ちっちゃい子が、なんとなく分かった、スポンジみたいな硬いスポンジ、硬じゃダメなんです、硬くないけどダメなんです、ほどり具合じゃダメなんです、むにゅっとしたやつね、なんとなく分かった、むにゅって感じですか、あ、なんとなく分かった分かった、何のために買うのかは分からなかった、癒し、ぜひ体感していただきたい、そのちょっと、じゃあちょっと今度見に行ってみます、はい、ぜひ探さないとね、ともこちゃん刑事か探偵でもやるってできそうだね、やりますね、お互い不審者じゃね、そうですね、やりますね、不審者全然やります、お互い、野球で三塁走者がいるときにバントしているときのスクイーズ、待って、これわかんないと、これわかんないです、それスクイーズでしょ、スクイーズでしょ、スクイーズじゃなくてスクイーズでしょ、似てる似てる、似てます、それじゃないの、スクイーズじゃない、もうちょっとしょうもなさすぎ野球詳しいかね、その辺は、ね、広井さん今日も盛り上がってるねって、盛り上がってますね、今日もゲストの皆さんのおかげで、はい、筆跡昔と変わらない、そうですか、綺麗ですね、じゃあ、 あの誰か他に熱い話、熱くなければ、ね、はい、違うテーマで、うん、あ、戦国さんコーナー、はい、はい、じゃあね、今日ね、すっごい話が盛り上がりすぎてそうそう、全然内容が、あのね、消化できずに次のコーナーに行かせていただきます、はい、はい、さて、ここからは本日のね、あのゲストの向島芸者の戦国彩香さんに、はい、下流会について教えていただきたいと思います。題して下流会のすすめ、はい、ありがとうございます。まずですね、はい、最初に下流会とは何でしょう。下流会、皆さん漢字は分かりますか？分かりますか？今回初めてあの、はい、え、書くの？分かります。書くのいいですよ。あの花の柳 の、はい、うん、あの世界の会で下流会っていうんですけども、はい、今は芸者衆がいる町のことを下流会と言います。はい、ちなみに 町、そうですね、私は今向島という下流会にいるんですけれども、所属しているんですけども、じゃあここで問題よろしいでしょうか。はい、問題、はい、問題が出て、今東京に下流会が一応6カ街と言われておりまして、6つあるんですけれども、芸者さんがいる町が6つあります。はい、はい、あのご存知でしょうか。言えますでしょうか。6つどういう感じ、これ東京の、東京の町、ね、まず1人は、はい、はい、あ、じゃあ向島ですね、向島、はい、はいはい、どうぞ。神楽坂、あ、当たりです、はい、あ、浅草、はい、浅草、はい、あと3つ、はい、下北沢ないです。あと2つ、佐賀がつけばいいっていうことですよね。佐賀じゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない、滋賀がつけばいいとか、はいはいはい、はい、六本木、六本木もちょっと違う、うん、そうですね、ちょっと、はい、あとどこだって、この間聞いたのに忘れちゃった。あ、ヒント、はい、ヒント、はい、なんかありますか。ヒントは、皆さん銀ブラがよく行かれますか、ね、銀座、あ、そういうことじゃなくて、銀座の隣の、もう答えみたいな、隣、あともう一つはちょっと難しいかもしれない、もう一個
ね、うん、覚えられなかった、この間聞いたけど、はい、聞いたことありますかね、皆さんが。そうですね、あるんですね。それどこって感じ。そうですね、どこ、まあ、正解は吉祥なんですけど、日本橋だとか、うん、明治座だとか、うん、あたりって言ったら分かりますかね、はい、赤坂、浅草、神楽坂、向島、吉祥、新橋ですね、はいはい、あと八王子と、大井町、ここにもあるんですか、ここにも芸者さんいらっしゃいまして、今八花街にしたらいいんじゃないかなんて話もあったりするらしいです。はい、もう私も答えが出てきた画面。ありがとうございます。はい、答えが用意されてた、ちゃんと、はい、六花街と言われてる。結構もう少し、はい、昔はもう結構もうどこにでも花柳街あったそうで、例えば立川だとか、あと今も渋谷の丸山町、はい、丸山芸者さんいたっていう、結構じゃあまだ、はい、今もはい丸山町にも残ってるとかまだあるんですね。そうですね、はい、今一応大きな町としてはその六花街と、あと八王子大井町だとかには、はい、その町のことを花柳街、そうですね、花柳街と言います。はい、芸者さんのいる町のことを今は花柳街と呼んでます。はい、そうね、皆さん結構意外と東京に芸者さんいるのっていう方が今までこう、はい、はい、言われたことがあって、やっぱりなんでしょう、京都のイメージが強い。舞妓さんと芸者さんって同じことですか。はい、そこまでは説明させていただきます、はい、京都だとやっぱ舞妓さんのイメージありますね、で京都ですと舞妓さん芸妓さんっていう風に、はい、舞妓さんと芸妓さんが、はい、何が違うかと言いますと、舞妓さんですと修行中で、芸妓さんの見習いなんですね、なので年も若いです。15歳16歳ぐらいから20歳まで舞妓として修行をして、で20歳になると、大体20歳ぐらいになると襟替えをするっていうんですけども、舞妓から芸妓になることを、はい、襟替え、襟替えっていうの、そうですね、はい、芸妓さんってカタカナで芸妓さんじゃないよ、なので舞妓さんから芸妓さんになることは意外と言いまして、あと関東の方、まあお江戸ですね、私たちいますのは、はい、お江戸の方では半玉さん芸者さんと呼びます、ちょっと呼び方が西と東で、舞妓さんとは言わない、そうですね、舞妓さんとは言わない、でも意味っていうか、そうですね、意味的には一緒で、その見習いの子で芸者さんになると、まあ、大人になると言いますか、ちょっとごめんなさいね、はい、何でしょう、ケイコさんですよね、ケイコさんですよね、ケイコさんですよね、遅れて笑いが、コメントがもうどうでもいい質問は読まないことにします、ごめんなさいもついね、読んじゃってごめんなさい、はい、では半玉はちなみに半分の玉って書くんですけども、半分の玉、はい、どれだけ反応しますか、世間のゆうちゃんの方が反応、もうおかしくてしょうがない、はい、好きやね、半玉ちゃん、はい、半玉ちゃんです、はい、まあ、なんでそういうふうに言うかと言いますと、私たちのお給料のこと玉代だとかお花代って言ったりするんですけども、お姉さんたち芸妓さん芸者さんたちが1本分、昔はお線香をお座敷に入る前に立てたんだそうですね、時計がない時代と言いますか、そしてそのお線香が1本消えたらその1本分のお給料が出る、半分、はい、で玉代が半分の半玉さんはお姉さんが1本分だとしたら半分の玉代しかもらえないということで、うん、半玉さんという、はい、同じステージっていうか、ごめんなさい、同じお座敷に一緒に立つことって言ったら、基本は半玉も芸者さんも一緒のお座敷に出ます、今ちょっと画面に写真出てますけど、そうですね、はい、これは私のやっぱり、はい、衣装が違うんですか、はい、着物が衣装違いますね、じゃあその、はい、格好を見れば半玉さんか芸者さんか分かる、じゃあまずちょっと説明させていただきますと、黄色の着物を着ている、お着物の方が半玉の時代、私が二十歳から4年間若い感じがはい、あの頃は、はい、なので、はい、まずそうですね、かんざし見ていただくと分かると思うんですけど、
れども、半玉さんの時代はあのこの季節のかんざしをつけます。この時は多分10月だったと思うので菊のかんざしをしているんですけども、うん、まあ、4月だったら、はい、桜になりますし、2月だったら梅になりますし、なのでこのかんざしを見ればこれ何月だったなっていうのが大体わかると思うんですけど、はい、あとはあの袖の長さがまあ、分かりやすいところで、はい、半玉さんの時振袖を着ておりますので、袖が長いですね。で芸者さんになると、あのこれは芸者の正装なんですけれども、引き木といいまして、裾をこう床に引いてるんですけども、で黒の紋のついた、はい、黒の紋付きの引き木の、これはお正月の時だったと思うんですけども、正装っていうのは特別な時、そうですね、やっぱりお正月だとか何かお祝いの席だとか、そういった席ですと私たちもああいったちゃんと黒の紋入りの、紋が入らない、はい、そうですね、普段は割とこう何でしょう、もうちょっと華やか、もうちょっと何でしょう、今日のお着物のような、はい、感じでお出し出させていただいたりとか、あと結構外国のお客様だとかも最近お見えになるので、そういった時はもう白塗りしてやっぱり、出ることが多い、あの髪の毛もああいうふうにいつもこう、はい、やられるんですか。そうですね、あれは私自分のかあのカツラを作っていて、日本髪の、はい、なのでもういつでも、はい、今日はちょっと中野だったので、つけてくださいね、はい、そうですね、重たいですね、はい、重たいですね、ちょっと測ったことないですけども、1キロぐらいは多分、はい、あると思いますね。かんざしつけて、そうですね、なんか首が疲れそう、ね、確かにあの最初の芸者なりたての頃は結構首疲れました、でも舞妓さん、京都ですと、もう舞妓さんたちは1週間ぐらい、こう髪の毛ほどかないで、自分地毛でやるんですよね、自分なんですか、あの、まあ、髪結いさんに行ってやってもらうんですけど、寝る時どうす、高まってないように、はい、だから寝返りが打てないらしいですね、なんか熟睡できなさそう、ね、だから私たちはカツラなのでこう、あの、そうですね、あれなんですけど、舞妓さんたちは大変だと思います、高枕でその、ね、寝返りも打てずに、美白だなってあら、ありがとうございます。やっぱりあの顔に塗るおしろいとかっていうのはもう大体こう、そうですね、あの歌舞伎役者さんと同じ、はい、こう水で溶いてバーっと自分で、自分で、はい、毎回やるんですけども、はい、まあ、でも大体15分ぐらい、はい、お水で溶いてバーっと、何でしょう、のっぺらぼうになりました、ね、やったことないですか、京都で、ない意外とない、やってみたい、なんか修学旅行とか、体験できないんですか、今度やります、あ、ぜひ、やりたいです、そう、あの面白いお座敷があって、あのやっぱりあの接待、ご接待が多いんですけども、あの私たちの席は、それであの秘書さんをお連れになった方、社長さんがいらっしゃいまして、でその秘書さんがこうちょっとお茶目な方で、まあ、私も芸者さんの姿になってみたいって言って、社長に秘密で一回最初に置き屋に来て、もう私たちと同じメイクをして、誰かわかんない、それで私たちと一緒にこういらっしゃいませ、いやでも誰も気づかないんですよ、その会社の方々も、で私たちがもう10分ぐらい経っても誰も気づかないので、そういえばなんとかさん今日いないですねとか言って、みんなで見てやっと気づいたみたいな、楽しそう、やばい、でもすぐバレそうじゃない、どう白塗りしてもバレちゃう、すぐバレそうね、そんなこともあります。結構やっぱり何でしょう、変わるので、もう全然お化粧違うので、本当白と赤と黒だけですし、日本髪かぶ何でしょう、すると全然印象が違うので、ね、結構ね、はい、芸者さんってどういう方がなれるんですか、ね。あの、やっぱり日本文化が、はい、好きな人なれますか。なれますよ。今二十歳ですしね。年齢制限ある。そう、年齢制限、はい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 、あの、あたしたのみたいな、あの始める時はやっぱり若ければ若いほど、やっぱ芸事を覚えなきゃいけないので、早い方がそれはもちろん、何歳から、はい、高校生とか、そうですね、あの東京の下流会、あの京都以外の下流会ですと18から、あの法律府営法だとかで、はい、利用してからですね、それで18から大体20歳過ぎ、22、23ぐらいまで半玉として東京の場合はですけども修行して、そこから入り替えをしてという形になりますね、はい、
で一番さん何歳からされたの？私二十歳から始めました。なるほど。もうちょっと慣れるかもしれません。いけるかもしれないですね。はい、なんかやっぱ日本文化が好きで、お稽古事が好きな方だったので、はい、で実際私今沖合やらせていただいていて、すごいですよね。今そうですね、独立してまだ2年なんですけども、今若い子を育ててるというか面倒見させてもらって、今19歳の子と26歳の子。26？ はい。その子はでも日本舞踊をちっちゃい頃からやってた子だったので、すぐこう街に馴染んでて、はい、ダンスやってるからね、ダンスやってるから全部結びつきますね。いけるかもしれない。はい、似合いそう。似合いそう。あ、うん。おしろいをすると本当に原型がわからない。原型。どうですか。さっきの写真を見て私だってわかりました。いや、わかんない。いや、じゃあやっぱりそうかもしれない。わかんない。わかんない。ね、確かにちょっと顔だけアップならあるかもしれない。こう全体見るとわかんない。まあ、でもおしろいしてああいうダンスしてたら売りに出していけるって出して。やる気満々です。やる気満々。じゃあ今日はこの後じゃあ面接。怖すぎる。かもしれない。はい、でも一応向島芸者は今。90人ぐらいいるので、結構その多いですね。その東京の下流会の中では一番大きな町。平均年齢何歳？いや、向島は若いですね。はい、20代が一番多いと思います。20代。はい。でも全員が通るわけじゃないじゃないですか。それどれぐらいの割合で通るんですか？試験、試験みたいな。本気ですね。おかみさんに認められればいいですね。おかみさんがこの子を。でも割と、はい、向島は割と最初の門が広いので、やる気と、はい、なんでしょう、努力とあれば、はい。あんまり他の町を知らないのであれですけれども、割となんでしょう、他の大学生だとか、OL さんを やってたんだけど、やっぱりその芸者さんの夢が捨てられなくて、って途中から転職というんですか、なさる方もいらっしゃいますし、はい、でもその先輩後輩がやっぱりそのなんでしょう、芸能界と一緒なので、いくら年下でもやっぱり芸歴が上です、上になってしまうので、ということはありますけれども。何歳までできるんですか？あの一番今上のお姉さん80、すごい、何歳でしょうね、すごい、はい、隣の浅草です。浅草のお姉さんだと94歳、元気、はい、去年引退されたかな、でも、はい、あの小歌だとかやっぱりお上手なので、ゆうこ姉さんと同じ、すごい、だからあの芸者はずっと現役でできる、すごいですね、お仕事と言います、体が丈夫で、そうですね、元気でればね、はい、あとやっぱりずっと芸事意欲があるというか、はい、まあ、私もいろいろお勉強、三味線だとか日本舞踊だとかお茶だとかやってるんですけど、その上のもう本当に80歳だとかのお姉さんたちがもうまだまだ勉強足りないわなんておっしゃってると、もうもうなんて恐れ多いというか、そうなっちゃいますよね、まあ、一生勉強、一生ですね、やっぱ芸にこうね終わりはないというか、くだらない質問をしてくれました、はい、茶柱って立ったことありますか？急に気になりませんか？お茶柱、お茶の品種、お茶、そっか、そうですね、そうか、そうか、そうね、私あの抹茶の方なので、あ、関係なかったでも茶柱は立ったことあります。あ、あるんですね、あれ、ね、あれはドラフィーセットアツとかなって思ってた。あのそう、抹茶なのでこうドロドロの、なんていうんですか、トロトロの、はい、ちょっとね、そっちですね、はい、苦味のあるもの、ね、やっぱじゃあさ、じゃあ今晩このままです、お酒は強い人多いですね、確かに飲まない、お客さんと一緒に、そうですね、お客様とお座敷に入ってあのいただくので、だんだんやっぱり飲めない子でも強くなって、そうなんだ。ともこちゃん、お酒はどうですか？弱い。大丈夫、だんだん強くなる。一杯でも赤くなります。全部。で、ね、でも今まあね、弱い人もやっぱりいるので、中にはそういう人はやっぱ他のところなんでしょう、ゲームを頑張るだとか、自分の得意なことを生かして、はい、なと思います。面白いですよね。意外とあの私の感覚ではこう女性の方も興味を持ってくださる方が最近多くて、女性の方が意外とこう着物だとか、あと踊りだとか、そういうことに興味を持ってくださる方が多いので、結構女性のお客様がいると私たちも嬉しかったり、しますね。お
座敷にお邪魔する時っていうのは一元さんお断りっていうパターンだと思ってるんですけど、なかなか行けないと思うんですが、そうですね、やっぱり何かご縁が最初ないとなかなか難しい町かなというのはあります。厳格にもう絶対ダメっていうふうに向こう島の場合取ってるところはそんなにないと思うんですけれども、でもやっぱりなんていうか入りにくいというか一番最初って、はい、やっぱり誰かの紹介があってとかが一番多いですね。やっぱりそうですね、はい、そうですね。なので裏技としては結構そのお寿司屋さん、町にあるお寿司屋さんだとかにまず行ってこう大将と仲良くなって裏技ですよでだとかも聞きますよね。紹介してもらって、はい、その町のみんなはつながってるので、はい、そうですね、やっぱり何でしょう、町でもお客様を守るというか常連のお客様を守る、ね、昔からやってるので、ね、じゃあそこに通って顔なじみになって、はい、紹介してもらって、はい、ちょっと今、ね、足を運ぶ、はい、画像が出てるんですけど、あ、はい、私そうですね、あの吉原の花魁と芸者の浮世絵が出てると思うんですけど、うん、違い、はい、あの衣装でこれも見てわかるということで、うん、説明させていただきますと、うん、まず吉原の花魁はあの歌舞伎だとか例えば皆さんご覧になったことありますか、うん、もう豪華絢爛なもう、うん、ずらっとした衣装着てると思うんですけども、うん、まず頭のかんざしの数が花魁さんはもうびっくりするぐらい多いですね。もう何本も何本も刺して、あとは何でしょう、前帯と言いまして帯を前に、花魁さんの場合はするんですけれども、芸者の場合はまずかんざしの数もあの徳川幕府によって昔決められていたんだそうでございます。花魁、と芸者がこうお互いの職分を犯さないように、芸者は芸だけしてなさ、花魁はやっぱ色ごと売るごと仕事とされてたので、お互いがこう喧嘩しないように、まあ認めで分かるようにということで、吉原芸者、吉原の花魁はこう見た目でまず分かるようにということで、まあ着物のあと色だとかも芸者さん、芸者衆の場合は結構地味なものしか着ちゃいけないよっていう決まりがあったりだとか、あと帯も後ろですね、芸者衆の場合は、はい、あとまあ花魁ですと、あのカムロちゃんって言ってこうちっちゃい、なんでしょう、あの将来の花魁というか、はい、将来の、はい、よく ね、あの映画さくらんぼとかご覧になったことありますかね、はい、だとかありますけども、まあよし、あの花魁と芸者は違うんだよというので、まあ名前を見ればね、やっぱ芸は、芸者は芸をするものとか言いますけども、まあ私もお客様にもよく言われて、お前は芸者かそれともただの社かって言われるんですよ。ただのシャーキッシュ、厳しいお客さんいらっしゃいますね、やっぱ俺の座敷はシャワーいらねえって言われて、なぜだね、いやでもそうやって私たちもやっぱり芸を頑張ろうと思って磨いていくというか、まあ、そういう厳しいお客様も中にはいらっしゃいますね。遊ばれて慣れてる方そうですね、まあ、昔からのお客様というか、そういうことだよね、はい、そうですね、その違いが分かる。はい、あとまあ町はやっぱりあの八条のお姉さんがいらっしゃるって言いましたけども、うん、何歳になっても町のお姉さんですね、うん、はい、お姉さんはいくつになってもお姉さん、はい、そういうことですね、なんかカツラ、あ、これもはい出てきましたね、あの芸者衆は、はい、高島田だとか潰しの島田っていうあの結び方、結い方をするんですけれども、うん、これもあの昔は髪型のその結い方によって職分、うん、職業だとか、あと身分が分かるようになってたんです、うん、あと結婚してるしてないとか、なので多分昔の男性声かけやすかったんじゃないですか、ね、あの子見込んだなみたいな、そうなんです、なので、はい、あとはそうですね、あの一番大きい写真出てるのは半玉さんの写真ですね、あれはあのかんざしをつけてすごい、はい、話をしたと思いますけども、あれが桃割れという言い方で、あのまだ桃割れ、はい、あの何でしょう、おぼこちゃんというかまだ子供の子が言う言い方なんですけれども、はい、あと文金高島だとかよく聞きますね、はい、あれは花嫁さんの、はい、あの言い方になりますね、あれは花嫁さんだけになる、だけですか、ね、
そうですね、現代はそうだと思う。私たちは高島田だとか潰しの島田っていうのをするんですけど、あと丸曲げだ、あの下の左かな、はい、丸曲げだとあのもう結婚された奥様方。あ、そうなんですか。はい、なんか時代劇見るとちっちゃい子がああいう風にやってるようなイメージが。あー、そうですね、うん、ね、かわいい。時代劇も本当見てみると楽しいですね。あ、この子まだ子供なんだなだとか、あとこう何でしょう、肩上げしてる子だとかも、あのちっちゃい子の証拠とか、肩上げ、今日は私してないですけど、半玉さんの時は肩上げをこうしていて、あのやっぱりちっちゃい子ってどんどん成長するので、なるべく大きい着物を買ってこう詰めてるんですけども、まあ、それも子供の証拠だよっていうことで肩上げしてる場合もですね。なので結構衣装も見ても面白いというか、こんなところに見る秘密が、ちょっと知識があるとまた面白いのかな。そうですね、私もやっぱこの世界に来るまではこういったこと全然知らずに、もう本当に普通にこう暮らしてきたので、普通に暮らしてきたので、どちらかというと洋の方で育ったの。私ずっとモダンバレエやってましたし、バレエ、はい、うん、そうですね。他に何やられたの？芸者さんになる前は、ちょっと アイドル活動あ、アイドル素敵、それこそなんか、ちょっと見せてもらいたい、マイクありますかね、どういうのか見せてもらいたい、封印したかったそうですね、すごい、こう歌って踊ってみたいな。そうですね、ちょっとやってた時期があります。出身が仙台なんですけども、まあ上京、高校卒業とともに上京してきて、ちょっとこういろいろオーディション受けたりとか。昔から歌とかをダンスをやっぱりやってたんですか？なんかスピードが大好きで世代がわかりますね。じゃあ、ああいうかっこいい踊りとか、はい、ですかね、が好きで。すごい、見たい。やめてください。着物じゃ無理。いや、でも着物で結構座敷でもいろいろ踊るの？あの AKB 踊ったりだとか、最近だったのダイシングヒーローだとか、踊るボリボリだね。が高校バージョン、何でしたっけ、あの、はい、あの、はい、あ、そうですね、節分の時期はちょっと、え、ちょっと見たい、見たい見たい。あの節分っていう、あの2月の節分の時期なんですけども、下流会はあのお化けといって、あのハロウィンですかね、あの、うんうん、日本版ハロウィンって言ったらいいのかしら、うん、はい、のどこの下流会でもやってるんですけど、鬼じゃなくて、はい、あの、何でしょう、お化けになって変装して、あの役を払うっていう、芸者さんがお化けになるんですか、はい、なので私たちが本当にどんな格好するんですか、オードリー・ヘップバーンがいたり、あのアラジンとジャスミンがいたり本当に普通の、本当にもうその年になんかトランプ大統領がいたり、花嫁さんがいたり、ドラキュラがいたり、なんでしょう、本当に何でも結構、和装じゃなくて、和装じゃなくてもいいんですよ、はい、面白い、節分の時期に初めて下流会に来られたお客様はちょっとびっくりされる、これが日常みたいな、びっくりしちゃうかも、それ、なので、そう、昔の風習らしいんですけど、やっぱ2月ってその疫病だとかやっぱ寒い時期、昔からそうなんですみたいですよ、その日本の文化として、知らなかった、ね、今ハロウィンですからね、やっぱ、まあ、10月ですもんね、だってハロウィン、そうですね、その日本版日本版2月、はい、節分の時期にその病気が流行ったりやっぱりしたので、そういう時期になんか宮中の行事だったかしら、はい、平安時代の、はい、日本人なら日本のこと何も知らない、そうそうそう、意外と、ね、なんか知らないですよねそうですね、私もやっぱこの世界に入っていろんなお稽古事を始めていくうちに、あ、なんて日本ってこう素晴らしいんだろう、奥深いんだろうということをこう感じて、もうどん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 いろんなお稽古事、お稽古事ってどんなことするんですか、はい、お稽古はあの日舞とか日本舞踊だとか、はい、あとは私は清元っていう浄瑠璃なんですけども、歌、歌舞伎の、はい、なんでしょう、こう語るというか、気持ちをこう結構乗っけて、はい、歌う、なんでしょう、邦楽の一部ですね、例えばこう音楽で洋楽でもジャズだとかヒップホップだとかこういろんなものがあるじゃないですか、それと同じで邦楽でも清元だとか長唄常磐津だとかいろんなジャンルがあるんですね、その中の一つの清元っていう
私はジャンルのものを習っていたり、あと長唄もやってますし小唄もやってますし、ということでこうなんか一つ勉強しだすと他のものがどんどん気になってきて、同じ歌でも違うんです、ね、歌い方、そうですね、特徴が、はい、清本は結構高めの高音、清本お願いします、どういうの清本どういうのどういうのですか、清本お願いします、どういうのが、ね、清本どういうの漢字は合ってるんですか、清本、はい、これ漢字は合ってるんですそうですね、合ってますね、どういうのお願いします、清本も長いんですよ、歌うと1台歌う、30分だとか、いや、それはもう番組が終わるみたいな、触るだけ的な、ね、確かに何か触るだけで、ズン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 チンとさ、なあめは月ぬみたいな、こう、すごい、なんでめちゃくちゃ素敵な、発声がね、そうですね、結構清本は。はい、前に出ますし、歌舞伎部と一緒にこう育ってきた、演歌とはまたちょっと別のあれですもんね、演歌ともまた違いますね似てますよね、はい、あと小歌だとこうほんと短いちっちゃい歌って書くんですけども、うんうん、こうほんとに 2,3 分だとかの曲、清本の今のあれが30分歌うんですか、あ、今の清本なので、ああいうのが30分ぐらい続く、30分間ずっとそうですね、短縮はできないんですか、30分ずっと歌い続けない、あでもお座敷で、はい、ご披露するときは短くして、うん、2,3 分だとかにしていいところ抜粋してやります、サビみたいなのもあるんですか、そうそうそう、そうですね、覚えるだけでも大変、ね、そうですね、大変ですよね、なので詩吟は私ちょっとできないですけど、私はちょっとできない、あとどんなお稽古、あとお茶三味線、三味線も入ってます、琴もやります、琴はまだやってないですね、まだ、はい、いつかやりたい、ま、いつかやりたいすけど、はい、もっといくつもいっぱいあるってことですね、そうですね、なんだかんだいろいろやってますね、やっぱり奥深いですね、いやお姉さんたちがこうまだまだ少ないぐらいね、すごいな、本当そういうあれなんですね、はい、師匠が、はい、いっぱいいらっしゃるので、そういうことなんですね、で自分でももう教える立場なんですか、はい、それを、芸はと直接は教えてないですけども、何でしょう、まあ、おかみさんってことは、子たちには例えば何でしょう、こういう時はこうしたら風に言ったらいい、言ったらいいよとか、こういう時はこういう行動するんだよだとか、芸はやっぱり師匠に教えていただくものなので、師匠に教えてもらう、私たちは、まあ、練習に付き合う程度というか、毎日練習されてるんですか、ね、そうですね、何かしら毎日お稽古あるので、毎日お稽古、はい、何かしらはやってます、はい、で結構舞台もちょこちょこあったりするので、舞台、はい、お座敷じゃなく、あ今度は、はい、ぜひ11月4日に浅草公会堂で踊りますので、見に来てください、11月4日11月4日土曜日、あ日曜日ですね、何時から、3時ぐらいかなと思うんですけど、3時ぐらいから、11月4日、はい、はい、お祭りという清本の、はい、曲なんですけども、誰でも見に行けます、あ、はい、誰でも見に行けます、はい、日本舞踊ですね、これは、すごい、はい、行こう、行きたい、ね、行きましょう、ね、行きましょう、婚活行った後にこれ婚活で、そういったなんですよ、舞台がちょこうなんですよ、あるので、それのために私たちもこう日々頑張るううのもあるんですね、まあ、もちろんお座敷でも毎日見ていただいてるんですけども、そういった大きい舞台も何人かに、そういうとこならもう誰でも一般の人が気軽に来る感じですね、はいはい、チケットはどうやって買えばいいですか、そうですね、聞いていい、私いろいろメルマガを発信しておりまして、さっきちょっとあれにも書いたんですけど、はい、つくつく沖屋戦国で検索していただけると、はい、多分すぐ出てくると思いますので、私結構歴史が大好きで、日本文化だとかが大、今通信大学で文理学部史学科ですかね、歴史の勉強を、はい、させていただいているんですけども、まあ、そういったことで勉強したことだとか、まあ、下流会のことでお伝えしたいことだとかをメルマガで発信しているので、もしよかったら
ご登録していただけたら嬉しいと思います。やっぱり日本文化本当楽しいので、もっともっと聞きたいこといっぱいあるんですけど、ね、もうちょっと時間になってしまいましたから、ね、聞き入っちゃいました。ありがとうございます。あとはね、メルマガ登録していただいたり、勉強になるし、よろしくお願いします。つながっていただいて、うん、また教えてください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたらね、ここからはゲームのコーナーなんですよね。はいはい、で、出演者でね、またいくつかのゲームに挑戦していくんですけども、今日はね、はい、芸者の仙石彩香さんがいらしてくださっているので、うん、せっかくですので、はい、お座敷遊びをね、ちょっとやってみたいと思います。やったことないよね、お座敷遊び。見ることもないね。じゃあまず最初はね、コンピラフネフネ。はい。名前がかわいい。ちょっと用意しますので。はい。じゃあちょっとその間に説明を。そうですね。説明をね、遊び方の説明をお願いできますか。はい。お座敷遊びも正確に何個あるか数えたことはないんですけれども、たくさんございまして、その中でも一番有名なコンピラフネフネというお座敷遊びを今日は対決でしたよね。はい、やらせていただきたいと思います。まず今日はちょっと缶を使ってるんですけども、お座敷では袴と言いまして、こうビールだとかお酒にこう下に履かせるものがあるんですけども、その子をこう取り合うゲームでございます。なんかね、はい、見たことあるよ、ね、多分そうですね。やったことはないけど、映画だとかマイコハーンだとかの映画で多分見たこれをね、うん、やって、あとトラッケン、トラトラトラだとかも有名なゲームかな。なんかこう屏風襖まで、ああ、それを見たことがあるかもしれない。その2つが大体有名なお座敷遊びかなと思うんですけども、うん、まあ、今日はではコンピラス、じゃあお見本、ね、あ、じゃあ見本する。日本になるかどうか、ごめんなさい、なるかどうか。今日は缶を取り合います。まず交互に手を置きます。コンピラフネフネ、これを歌に合わせて、あ、いただきました。そうだよ、そうだよ、そうだよ、失礼しました。勝負かけたね、いきなりここで、あ、予想外です。まず基本がこの置き合う、これが、はい、そうですね、これが基本でございます、はい、で片方が取ります。そしたらグーでございます。ない時がグー、それだけ。簡単なゲームでございます。で歌がだんだん速くなってくるので、それに合わせてください、はい、で連続で取れるのは3回までです。3回というような簡単なゲームでございます。簡単じゃない、はい、こういう感じで、で今日はね、今日はね、はい、ちょっと待ってね、これるかな。マスミさん、もうちょっと、ね、じゃあ大丈夫、はい、はい、はい、皆さんルール分かりましたよね、はい、今日は3本勝負でいきたいと思うんですけども、はい、トーナメント制でね、逆トーナメントでやります負けた人がどんどん負けていくシステムで、見事負けに負けて優勝した人にはご褒美に罰ゲームがあります。では早速お拍手してみる、はい、で一応こうやってね、トーナメント表作ったんですよ、はい、最初ね、私とともこちゃん対決です。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと他の皆さんは順番待ちということで、はいはい、そっちにいただいて、その書いていってね、結果を。はい、じゃあ、なんか私が先にこうすればいいですね。はい、いいですか。よろしいでしょう。いきますよ。もう始まるんですか。始まります。ドローやらないと時間ないから。ドローの準備に30分くらい。ドローやらないと時間、これも面接の一部なんです。せーの、コンピラフネフネ相手にほっかけて。弱すぎ、もう。ちょっと勝つ気ないですよね。ある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 。いや、めっちゃありますよ。面白すぎました。はい。あ、3本。3本で。3本。3本勝負。あ、3本勝負。時間あります、そんなに。ではもう一回。はい。せーの。コンピラフネフネ置いてにほっかけてスルスル。
言いたいよ。選手で。あ、選手。三本選手。あ。コンピラブネフネ相手に掘っかけてくるあー違うあもうやってもう合ってんのにも合ってるよ合ってるよダメだせーの回れば四国は算数の手元ちょっと待ってあー急に歌が見えなくなるはい、ともちゃんの勝ちですかわいい顔で
では行きます。せーの。ポンピラふねふね置いて追っかけてスラシュッシュッシュ回れば四国はサンスあすごいなんか綺麗綺麗ですね綺麗なのうまい今あの毎日稽古してるんで稽古してる稽古してるせーのポンピラふねふね置いてに追っかけてスラシュッシュ連続で来るとね。そうですよね。さっきさ連続できたらオッケー。撮ってください。撮ってください。せーの。ポンピラ船船置いてにほっかけてシュラシュシュシュ。今面白い。もう連続で来る。思ってた一緒に。もうグーグーグー出すみたいな。ではあの採取しました。うん、ですね。じゃあ次決勝戦ですかね。はい、はい、高見さんと私。はい。面白そうだ。次は勝てる。これはすごい戦いになりそう。次は勝てる。次は勝てる。次は勝てる。どんどんしょうもない。次は勝てる。じゃあ最初すごくゆっくりからいきます。うん、すごくゆっくり。ゆっくりなら決勝戦参ります。はい。せーの、ポン。私からもうそれじゃないんだよ。ほんのちょっぽんでいい？
え、3本ぐらい。3本。3本。いや、ちょっとこの後私、すごい匂いが進行できなくなっちゃうかもしれませんけど、大丈夫ですか？大丈夫じゃないと思う。でも頑張って。これぐらい？あ、それぐらい。せーの。大丈夫？意外と、意外と、もっともっともうちょっといけるんじゃない？あとから来た。これはだからいやもももむるくるピリピリピリ。ちょっと待って、すごい汗かく。いやもう無理無理。少しだけ、少しだけ。香りがすごい。みんなやっぱりみんな厳しい。すごい汗出てきた。いやいや、それは無理、それは無理。ちょっとにして。じゃあもうしょうがないな。おいや、食べれるんだけど、すっごい汗出てる。お味は？お味は？お味はね、きんぴらの味じゃない。きんぴらの味じゃない。何味？タバスコ味？酸っぱい。タバスコ味？危険じゃん、酸っぱい。大丈夫かな、これ。ちょっと本当かどうか、まさみさん始めてみて。本当かどうか。ちょっと待って、それ私聞いてないんですけど。いやいやいや、もうこれ、いや全然辛くない。ひろえちゃん、ひろえちゃん、私が辛くなって。全然辛くない。辛いの得意ですか？めっちゃダメだよ。あ、じゃあ、じゃあもう大丈夫、大丈夫、食べれる。本当？後から。私なんで私まで巻き添えなんだ。せーの。匂いがすごい。すごいですね。大丈夫でしょ？大丈夫だよ。どこが大丈夫なんだよ。やば。だって匂いがすごいもん。すごい、本当に。お皿が動くたびに匂いがする。お皿が動くたびに匂いがする。匂いだけですごい。ちょっと色変わってますね。匂いがやばいですよ。汗が。やば。ちょっと待って、二人がそんなんだ。行きますか？ねえ。あ、見た。罰ゲームですよ。いや、辛くないし、辛くない。私勝ちましたし、歌いましたし、喉が潰れる。必死。ここやっぱり今日解説でこの味。食べ天下添えといた方が。いやいやいや。二十歳だし。正直な神様で、お笹の方へと赴けぬ。お
キだからね。頑張れ、はい、じゃあ行きのみない頑張れ、キじゃなくていいよあれきついよ。じゃあ、 あの向こう島の掛け声があるんですけども、はい、お願いします。いいですか、はい、向こう島名物芸者に花火にスカイツリー。はい、そうです。私のツイッターを、フォローしていただきまして、それと私が前に出させていただいた犯された少年という映画のクラウドファンディング。犯された少年という題名、そう映画が、私がヒロインで出させていただいた映画がクラウドファンディングというものをしていますので、ぜひ見ていただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。サミーです。9月の6日に投票制ライブの見せるバステージというものに出演します。動員ポイントがすごく重要なライブとなっておりますので、よかったら遊びにいらしてください。どこでやるんですか？コーラが。港南町にある N-BOX というライブハウスでやります。よろしくお願いします。港南町？港南町。港南町。港南町。近くに、ね、丸の内線。そうですね。丸の内線で。どこ？丸の内線で中野坂上から乗り換えていただいて、中野町行き、あと1分早い。は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 い。大丈夫です。大丈夫。告知よろしいですか？もう。告知。告知。明日待ってます。彩香さん、最後いいですか？はい。あ、ちょっとなんか告知をして。はい、ありがとうございます。まさかのびっくりした、まだ口がヒリヒリして、はい、私も花柳界や日本文化のことをもっとたくさんの方に広めたいなと思って、イベントなどを開催しておりますので、ぜひ
あのホームページからご参加いただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後にみんなでね、番組のタイトルコールを言って終わりにしたいと思います。はい、せーの、素敵に見せて。4日の予定です。また見てください。